はい、どうもこんにちは、福田です、えー。今日はですね、リクエストいただきましたので、台はベストチョイスオープンのファンドとしての実力を検証していきたいと思います。よろしくお願いします、えー。このチャンネルなんですけれども、少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、推奨する視聴環境この3つになってまして、 この動画結構文字とか数字が小さくて、えー、なおかつ長尺になる可能性が高いので、なるべく大きな画面で、なるべくいい画質で再生速度を早めての視聴を推奨しております。設定の変更は YouTube の右下の歯車マークのところからできますので、よろしければやってみてください。で、これ僕の簡単なプロフィールで3年間証券会社の営業をやって、そこからはトレーダーとして成計を立っております。で、これご参考までにこれまでのパフォーマンスになりますので、興味ある方は後でじっくり見てみてください。 はい。じゃあ、まずですね、基礎データから洗っていきましょう。今回取り上げるファンド名ですね、こちらが、ダイワベストチョイスオープンになります。なおですね、こちらのファンドは、視聴者の方からリクエストをいただきました。で、運用開始日ですね、1994年の3月25日。で、投資対象が日本株になっていて、償還日は今のところ設定されておりません。で、信託報酬が1.01%なので、なので、アクティブファンドとしてみたら、まあ、若干低めなのかなっていうふうな、そういった形になります。で ポートフォリオの中身ですね、こんな感じになってました。これはあくまで今現在ってことなんですけれども、えっと、東証一部、または名称一部に上場している株ですね。これでポートフォリオのほぼ全てを占めているみたいな、そういう感じみたいです。で、あと若干のキャッシュポジションみたいな、そういう感じになってるみたいです。で、今回ですね、えっと、ファンドの実力を検証していくにあたってのベンチマークですね。一応この3つで設定させていただきました。日経平均、東証二部指数、あと、えっと、新興市場向けのジャスダック指数ですね。この つで、今回見ていくですね、えっと、ものなんですけども、この二つですね、過去のリターンとマーケット全体との比較ですね。とりあえずですね、過去の1営業日から10年間のリターンを見ていって、まあそもそもですね、パフォーマンスどうだったのかっていうところを検証していきます。なおですね、この検証期間なんですけども、えっと、JASDAX2 の、えっと、期算日の影響で、2000年の12月の4日からしかデータが取れなかったので、まあそれなので、えっと、ここからのデータを見ていきたいと思います。で、それやった後に、 マーケット全体と比較していって、仮に利益が出ていたとしても、それっていうのはたまたまマーケット全体が好調だったからじゃないのっていう風うな、そういった観点でも見ていきたいと思います。で、えっとリターンなんですけども、えっとこの3種類あるんですが、えっと今回見ていくリターンはこちらの配当受け取りのリターンですね。こちらを見ていきたいと思います。なおですね、えっとベンチマークに関しては年間の配当利回りを1.5%と仮定して見ていくことにします。 はい。じゃあ、まず結論ですね。えー、この5つになりました。えー、とりあえずこのファンドなんですけれども、あの、実力がないとは言えないんですけれども、ただ、えっ、ー、と、それはちょっとですね、ビビタのものっていうふうな、えー、そういう感じになりました。でですね、えっ、ー、と、このファンドの最大の特徴なんですけれども、あの、ほぼほぼ日本株のインデックスファンドっていうふうな、えー、そういう感じになります。えー、特にですね、えー、投資を2部指数に、えー、かなり、えー、と似ているっていうふうな感じですね。でそれなので、あの、投資を2部指数に投資をするつもりであ,あの、つもりなのであれば、あの、このファンドに投資 使用してもえっ、ー、といいかもしれないっていうふな、えー、そういう感じになるんですが、まあ、いずれにせよですね、えっ、ー、とリターンが得られるかどうかのえっ、ー、と90%ぐらいはマーケット全体の、えー、動向次第と、えー、考えておいた方が、えー、いいんじゃないかなっていうふうに思います、えー。とりあえずですね、えっ、ー、とこの5つの結論、えー、ここになぜ達したのかを、えー、ここからえっ、ーえー、と数字を見て、えー、見ていきたいと思います。 はい。じゃあ、まずですね、えっと、ファンドの過去の成績、単体の検証ですね。そいつからしていきましょう。これですね、えっと、2000年の12月4日から、2021年の12月31日までの配当受け取りのリターンになります。でですね、えっと、ここのところの数字の見方ですね、こいつをまず説明していきたいと思います。まず、ここの1営業日、このサンプル数が5165ってなってるんですけれども、これっていうのは、2000年の12月4日から、 2021年の12月31日までの間で、このファンドの1営業日間のリターンの個数っていうのが5165個あって、で、そのうち54.79%に当たる2830回は1回当たり平均して0.93%上昇して、で、逆に45.21%に当たる2335回は1回当たり平均してマイナス1.04%下落して、で、このファンドの1営業日間の平均リターンですね。そいつが え、0.04%になりますよっていうふうな、そういった形になります。で、え、ここの標準偏差ですね。え、これはですね、え、リターンの、えっと、れ幅の大きさって言って、で、えっと、一般的にはリスクって呼ばれますね。で、えっと、これが1.36ってなってるんですけども、え、これっていうのは、え、ここの平均リターンの0.04%を中心として、えっと、上下に、え、プラマイ、えっと、1.36%のリターンの振れ幅が、ま、大体ありますよっていうふうな、え、そういった形になります。で、え、シャープレシオえ、これはですね、リスクに対するリターンの獲得効率ですね。 え、それを示したものになるんですけども、え、これっていうのは平均リターンを、え、この標準偏差、え、リスクで割って求められます。で、え、ここの最大リターンと最小リターンですね。え、これっていうのは、え、この場合は1営業日間での最大リターンと最小リターンっていう風な、そういった意味になります。まあ、それなので、えっと、このファンドに、えっと、まあ2000年間なんですけども、 まあ、2000年から2021年までの間で、えー、このファンドに投資をして、まあ、一番運が良かった人っていうのは、えっ、ー、と、1営業日で資産が11.56%、えー、増えていて、で、逆に一番運が悪かった人っていうのは、えっ、ー、と、1営業日間でこのファンドに投資をして、えー、資産が9.6%、えー、減っちゃってますよっていう風な、えー、そういった意味合いになります。えー、とりあえずこれが、えっ、ー、と、1営業日間での、まあ、ここの用語の解説で、で、ついでに、えー、ここの、えっ、ー、と、1年間ですね。まあ、これ250営業日間なんですけども、えっ、ー、と、こいつを解説すると、えーこの サンプル4916っていうのは、この2000年から2021年までの間で、このファンドの250営業日間のリターンの個数っていうのが4916個あって、で、そのうち63.24%に当たる3109回が、 1>, 1回あたり平均して26.11%上昇。で、36.76%にあたる1807回が1回あたり平均してマイナス14.48%下落して。で、このファンドの1年間の平均リターンですね。これは11.19%ですよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、標準偏差。この場合はですね、1年間のリターンの振れ幅の大きさですね。これが25.50%。で、シャープレッシュを出すと0.44っていうふうな、そういった形になります。 で、えー、ここの最大リターンと最小リターンは、えー、この場合は1年間での最大リターンが85.93で、で、こっちの1年間の、えー、最小リターンというのがマイナス58.25%ですよっていうふうな、えー、そういった見合いになります。 ま、それなので、えっと、一番運が良かった人っていうのは、えっと、このファンドに投資をして、1年間で資産が85.93%、ま、増えていて、で、逆に一番運が悪かった人っていうのは、このファンドに投資をして、1年間で資産が、え58.25%、削られちゃってますよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、えそれがですね、ここの2年から、えっと、10年まで計算してやるっていうふうな、そういった形になります。でですね、えっと、一応これですね、えっと、ファンドが運用開始始始めたのが、1994年からなんですけども、 一応この指数と比べる関係で2000年間のデータにしてあるんですけども、大体ですね、ここの平均リターンとかは同じになってました。で、それを踏まえた上で、ここ2000年間2021年までのデータを俯瞰していくと、 とりあえずですね、えっと、リターン自体は、えっと、上がってますね、ちゃんと。で、えっと、1年間のリ,カリターンなんかだと、えっと 11.、11.19%という形なので、まあ、インデックスファンド、まあ、具体的には日経平均とかですね、そいつと比べるとだいぶいいなっていうふうな、えー、そういった印象を受けますね。まあ、ただ、えっと、シャープレッシオは0.44なんで、まあ、これは普通ぐらいかなっていうふうな、えー、そんな感じになります。で、えっと、とりあえずですね、えっと、このファンドに関して、えっと、単体で言えることをしてみたら、あの、とりあえず、えー、過去の運用成績自体は、まあ、割と良かったよっていうふうな、えー、そういう感じになると思います。えー、とりあえずえー、これがですね、 ファンド単体での、えっと、パフォーマンスの検証で。で、えー、次にやっていくのですね。えー、これですね。えっ、ー、と、マーケット全体と比較して、えー、このファンドに、えっ、ー、と、実力があったのかなかったのか。えー、それをですね、検証していきたいと思います。では、まずですね、日経平均、えー、こいつとを比べていきたいと思います。えー、それが、えー、こちらになります。で、えー、っと、ここのまずリターンから見ていきましょう。えー、これ、えー、っと、ファンドと日経平均の、えー、っと、同期間のリターン比べたものになるんですけども、 これですね、えっと、このリターンを比べてみると、えファンドの方が、え日経平均よりもですね、えとリターン自体は、え高かったっていうふうな、えそういう感じになってるみたいです。で、えここの1年なんか見てみると、えファンドのリターンが11.19になるのに対して、え日経平均もですね、なんだかんだ言いながら、えっと、8.43%という形で、ま、結構リターン良くなっているのです、あ、いるので、ま、それなので、基本的にこのファンドの、えと好調だったんだけれども、えっと、同期間で、えっと、日経平均自体も、え好調だったよっていうふうな、そういった形になります。 まただですね、ファンドの方が、えっ、ー、と、おおむねだいたい1.3倍から1.4倍ぐらいの、えー、リターンが、えっ、ー、と、あるっていうふうな、えー、そんな感じになってるみたいです。で、えー、標準偏差、えー、リスクですね。えっ、ー、と、これ比べるんですけども、まあ、これもですね、えっ、ー、と、1営業日、えー、こいつを除いて、えっ、ー、と、ファンドの方が日経平均よりも、えっ、ー、と、リスク量自体は、えー、大きいよっていうふうな、えー、そういう感じみたいです。で、えっ、ー、と、シャープレシオですね、重要なのは、えっ、ー、と、このリスクに対するリターンの獲得効率なんですけども、 え、それを見る限りはですね、え、このファンドの方が日経平均よりも、えっと、シャープレッシオが高いですね。え、まあそこまでむちゃくちゃ高くはないんですけども、ただ、えっと、おおむね高いっていうふうな、そういう感じになっています。まあつまりはこれどういうことかっていうと、え、要は、え、ファンドの方が日経平均よりも、えっと、リスク自体は、えっと、大きいんだけども、ただ、え、それ以上に、え、リターンをたくさん稼いでるから、まあだから、このシャープレッシオ自体は、えっと、ファンドより、えっと、日経平均よりも、ファンドの方が高くなりますよっていうふうな、そういった形になります。で次、 関係数ですね。これは日経平均の値動きとの連動性、それを示すものになります。で、これマックスが1なんですけれども、これですね、あの少なくとも0.9はあるので、なので、この日経平均の値動きとファンドの値動きっていうのは、かなり連動性が高いよっていうふうな、まあ、強いよっていうふうな。 そういった感じになってるみたいです。で、えっと、リスク倍率。これはですね、日経平えっと、ファンドの標準偏差を日経平均の標準偏差で割ったこの数字とイコールになります。ま、要は、取っているリスク量の大きさですね。それを示したものになります。で、これでベータっていうのが出せるんですけども、このベータっていうのは、えっと、日経平均の値動きに対するファンドの値動きの感濃度ですね。それを示すものになります。で、具体的な計算式は、この相関係数にリスク倍率を掛け合わせたものですね。ま つまりはですね、このベータっていうのは日経平均の値動きとの連動性にとっているリスク量の大きさですね。それを反映すると、このベータっていう数値が出てくるっていう風な感じですね。で、これ、1営業日でベータが0.83ってなってるんですけども、 これっていうのは、要は日経平均が、えっと、1営業日で10%上昇したらば、え、ファンドの方は理論的にはどういう値動きするのかっていうと、え、その 10%×0.83 で8.3%上昇して、で、逆に1営業日で日経平均が、えっと、10%下落したんであれば、え、ファンドの理論的な値動きっていうのは、×0.83 で8.3%下落するよ、みたいな、え、そういう感じになります。まあ、そういった関係性を示すのが、え、このベータっていうふうな数字ですね。で、え、それがですね、え、こんな感じで、えっと、示されていて、で、えっと、次ですねこ、こ できたらば、ようやくこのファンド実力があるのないのってところが検証できるんですが、それがですね、こちらのデータによるリターンとアルファによるリターン、この2つになります。で、ここのファンドの平均リターンは、えっと上で見たファンドの平均リターンとイコールになるんですけれども。 その平均リターンっていうのは、えっと、このベータによるターンとアルファによるターン、この二つに分解できます。ま、あ具体的にはこのベータによるターンとアルファによるターンを足し合わせると、この平均リターンになるって感じですね。で、こっちのベータによるターンってやつが、マーケット全体の影響によって、エレタ分のリターンですね。それがベータによるターンで、で、こっちのアルファによるターンが、えっと、マーケット全体の影響とは関係なく、エレタ分のリターンですね。つまりは、ファンドの実力によって、エレタ分のリターン。これがアルファによるターンって形になります。 このベータによるリターンの計算式は、えっと、日経平均の平均リターンですね。そいつに、このベータ値を掛け合わせると、このベータによるリターンっていうのが出てきます。つまりはですね、このベータによるリターンっていうのは、えっと、日経平均のリターン、えっと、日経平均の値動きとの連動性にとっているリスク量の大きさですね。そいつを反映すると、本来、今回のリターンが得られましたよっていう風な、そういった理論リターンになります。で、アルファによるリターン、これはですね、ここの平均リターンから、 え、ベータによるターンを差し引いてあげると、え、ここのアルファによるリターンというのが出てきます。で、え、ここの構成比率ですね。え、これはですね、え、このベータによるリターンとアルファによるリターンが、ま、この平均リターンのうちの何パーセントを占めてますかっていうのを示したのが、え、このアルあの、構成比率って形になります。で、え、とりあえず1営業日からですね、え、このベータとアルファ見ていくと、 えっと、ファンドの平均リターンって、えっと、0.04%なんですけれども、この内訳っていうのは、あの、日経平均のえっと値動きとの連動性に、取っているリスク量の大きさをえ加味すると、日経平均の平均リターンの0.83倍に当たる、ここの0.02%のえリターンがえー獲得できていたはずなんだけれども、ただ、それっていうのが、ファンドの実力の0.02%でえかさ増しされて、最終的な、ここのファンドの平均リターンっていうのは0.04%になってますよっていうふうな、 だいになります。で、構成比率に示すとですね、61.39対ですね。まあちょっとここえっとわかりづらいかもしれないので、小数点足しておくとまあこんな感じになります。でですね、次えっと1年間こいつも見ていくとですね、これファンドの平均リターンがえっと11.19%なんですけれども、この内訳っていうのはまあ日経平均のえっと本来であれば日経平均のえっと平均リターンのえっと1.06倍に当たるえっと8.9%のえっとリターンが獲得できていたんだけども、ただそれがアルファによリターンの えっと、2.28%で、えー、かさ増しされて、最終的なファンドの平均リターンっていうのは 11.、11.19%に、えー、なってますよっていうふうな、えー、そういった形になります。で、えー、同じ方式でですね、まあこれ、えっ、ー、と、2年から10年まであるんですけれども、 まあ、えっと、これ見る限りはですね、一応アルファは、えー、出てるんですけれども、ただ、えっと、このリターンのうちの大半が、えー、ここの、えー、ベータによるリターンって形になっていて、えー、それなので、えっと、一応このファンド、えっと、実力がないとは、あの、まあ、さっきの結論でも申し上げた通り、えっと、言えないんですけれども、ただ、えっと、そのアルファっていうのが結構ビビたるもので、まあ、このリターン、あの、このファンドの平均リターンの、えっと、大半ですね、えっと、リターンが得られるとしたらば、その大半っていうのは、たまたま、えっと、日経平均が好調だったから、あの、得られるものであって、 で、あの、ほとんどアルファによる、えっと、リターンの影響っていうのは、ま、そこまで大きくないよっていうふうな、そういった形になると思います。え、とりあえずですね、え、これが日経平均との比較で、で、えっと、次ですね、え、当初二部指数、え、こいつと、えっと、比べていきたいと思います。え、ではですね、え、ここのところで、えっと、やっていきましょう。え、ここの、えっと、当初二部指数の方がどちらかというとですね、え、今回調べてみた感じ、えっと、本ちゃんかなっていうふな感じになります。え、じゃあ、まずリターンから見ていきましょう。え、これ、リターン見る限りはですね、えっと、 実は、えっと、ファンドの方が、えっと、当初二部数よりもリターンは大きいんだけども、ただ、えっと、1年から10年ですね、これに関して言えば、ま、そこまで変わらないんですけども、若干、え、ファンドの方が、え、当初二部数よりも、リターン時代は低いみたいです。え、つまりはですね、え、このファンドの、えっと、1年間の平均リターンの11.19って、ま、結構好調なんだけれども、ただ、えっと、同期間での、えっと、東証二部数の平均リターンって、それよりも、えっと、もっと高いよっていうふな、そういう感じになってるみたいです。で、それがですね、え、ここの1年 5年からあと10年までえっ、ー、と同じような感じっていう風な感じですね。 で、次、えー、標準偏差ですね。えっ、ー、と、リスク量の大きさ。えー、これはですね、ままちまちではあるんですけれども、まあ、えっ、ー、と、そこまで、えっ、ー、と、東証の二部数と、えっ、ー、と、ファンドの、えっ、ー、と、リスク量の大きさは、えっ、ー、と、変わんないのかなっていうふうな感じですね。まあ、若干ファンドの方が低いかなっていうふうな感じなんですけども、まあ、ただ、この、えっ、ー、と、単実に関しては、えー、ファンドのファンドのリスクの方が、えー、当初の二部数の、えー、リスクの、えっ、ー、と、だいたい1.5倍ぐらいあるなっていうふうな、えー、そういう感じになります。じゃあ、えっ、ー、と、問題のシャープレッシオえー、これはどうなのかっていうと、まあ、こいつも結構まちまちっていうか、ほとんど変わんないんですけども 外観して見てみるとファンドの方が若干当初に物資するよりもシャープレシオは低いのかなっていうふうな感じですねここの2年から4年に関して言えばシャープレシオはファンドの方が若干高いんだけどもただここのですね、短日1年ないしはここの5年から10年ここに関して言うと若干ですけれどもファンドの方がシャープレシオは低いかなっていう風なそういう感じになってるみたいですで、相関係数ですねこれ連動性の強弱ですけれども これはですね、えっと、結構高いですね。まあ、それなので、東証二部質の値動きとの連動性もかなり高いよっていう風な感じですね。で、ディスクバリとベータがこんな感じになっていて、で、これでですね、実力案のないのって話ができるんですけども、それがこんな感じになります。え、さっきよりもですね、若干、あの、ぜ全体として見てみると、 悪化している感が強いですね。あの、さっきはですね、なんだかんだ言いながら、アルファにイえたンが、まあ、すべてのところで、あの、すべての期間で、えっと、プラスだったんですけれども、え、この等に二部質ると比べてみた場合は、え、ここのアルファが、え、マイナスになっているところが、え、ちょこちょこありますね。え、具体的には、え、単日と、あと、えっと、9年と10年ですね。え、ここに関しては、え、アルファが、え、マイナスに突っ込んでいます。で、えっと、1年と、えっと、ここの8年に関しては、えっと、アルファプラスなんだけども、ただ、えっと、その絶対値自体は結構ビビたるものっていうふうな、え、そういう感じ えっと、一応解説しておくと、え、ここのですね、えっと、1年間なんか、えっと、見てみるとですね、まあ、ファンドの平均リターンはさっきと同じで11.19%。で、この内訳っていうのは、あの、本来であれば、え、当初に物質のリターンの、えっと、0.87倍にあたる、え、10.04%のリターンが獲得できていたはずなんだけれども、え、それっていうのが、ファンドの、えっと、α の1.15で重なしされて、え、最終的には平均リターンは11.19っていうふうな感じで、まあ、ベータによるリターンを超えるリターンが獲得できているんです けれども、ただ、えっと、ここもですね、えっと、じゃあ10年間、えー、これなんか見てみると、 えっと、ファンドのリターンは104.06なんですけれども、本来であれば、えっと、当初に物質のリターンの0.94倍に当たる106.67%のリターンが獲得できていたはずなんだけれども、これっていうのがアルファのマイナスの2.61で削られちゃって、最終的にはファンドの平均リターンっていうのはベータによるリターンより低い104.06%に落ち着いちゃってますよっていうふうな、そういう感じになってるみたいです。なお、構成比率で示すとベータによるリターンが103で、アルファによるリターンがマイナス3。 3っていう風なえっと、このベータ値見てもわかる通り、えっ、ー、と、ほぼ,ほぼえっ、ー、と、1に近いっていうふうな形で、で、ここの、えっ、ー、と、1年から、えっ、ー、と、4年に関して言えば、まあ、若干、ベータ値は低くなっているんですけども、ただ、えっ、ー、と、相関係数は相変わらず高くって、えー、ここでですね、アルファが出している要因っていうのは、要は、シャープレシオがですね、えー、若干、えっ、ー、と、ファンドの方が、えっ、ー、と、投章に物質よりも高かったからっていうふうな形で、で、ここのシャープレシオがですね、低くなっていると、えー、それに従って、ここの、えっ、ー、と、アルファも、まあ、あ低くなってくって、まあ これは当たり前なんですけども、そういう感じになってるみたいです。そういうのでですね、まあ基本的にここのえっとリターンがですね、かなり酷似してるのってのもあるんですけども、このファンドかなりえっと東証に物資数にえっと近くて、なんならばですね、この同期間でえっとこの東証に物資数に投資していた方が、あのリターン自体はそこまでリターン自体はまあ若干良かったよっていうふな、そういう感じになってますね。で、シャープレシオ自体もまあ正直言ってそこまで変わらないので、まあほとんどえっとこのえっとファンドに投資するっていうのは、まあこの2000年から2000 2021年までの間ではありますけれども、えっと、ま、歩道法を東証2部数に投資しているのと、そこまで変わんなかったよねっていうふうな、そういったことが言えるんじゃないかなっていうふうに思います。とりあえず、これがですね、東証2部数との比較で、で、最後に一応ですね、ジャスダック指数ですね、こいつとも比べていきましょう。それがこちらになります。 はい、じゃあまずリターンからやっていきます。えー、リターンはですね、まあ、こいつもまちまちですが、まあ、ほとんど変わんないですね。まあ、若干、えっ、ー、と、ファンドの方がジャスダックス数よりも、えー、リターン自体は悪いかなっていう風な形なんですけども、まあ、あの、ほとんどイコールっていう風な感じですね。で、えっ、ー、と、リスクの大きさ、えー、これはですね、えっ、ー、と、ファンドの方がジャスダックス数よりも、えー、リスクの大きさ自体は、えっ、ー、と、小さいっていう風な、まあ、リスト取っているリスクは小さいっていう風な、えー、そういう感じになってるみたいです。じゃあ、シャープレッシオどうなのかっていうと、えー、これはですね、まあ、こいつもほとんど変わんないんですけども、えー えっと、ファンドの方が、えっと、ジャスダックス数よりも、えっと、シャープレッシオはおおむねいいっていう風な、えー、そういう感じになってるみたいです。えー、単日だけ、えー、若干負けてるんですが、まあ、ほぼほぼイコールっていう風な感じですね。で、えー、相関係数、まあ、これはですね、えっと、日経平均と投2部物資数と同じく、えー、っと、高いですね。で、ディスクバイスとベータが、えー、こんな感じになって、で、えー、っと、ようやくですね、これでベータとアルファが出せるんですけども、えー、それがこんな感じになっています。えー、これ見る限りでは、あのー、まあ、さっきの日経平均と投2部物資数と比べると、まあ ジャスダック指数と比較した場合には、このファンドは一番アルファは出てるかなっていうふうな、そんな感じですね。ただ、やっぱり絶対値自体はそこまで大きなものにはなってないっていうふうな、そういう感じになってるみたいです。とりあえずですね、これがジャスダック指数との比較で,で、これで動画は以上になります。 はい、えー。ご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでですね。まあ、今回リクエストいただいたので、えっ、ー、と、このファンドを取り上げさせていただいたんですけれども、えー、こういったですね、えっ、ー、と、他のアクティブファンドとかですね、あと個別メーカーとか、えー、そういったものの過去データを見る動画をやってますので、あの、本当に何かリクエストありましたらば、あの、今のうちだと、えー、結構早めに対応できだと、あの、できると思いますので、あの、よろしければコメント欄にリクエストを書いていただければと思います。で、あとですね、えっ、ー、と、この動画、もっと皆さんのお役に立てるように、えっ、ー、と、改善していきたいと思ってますので、えっ、ー、と、フィードバックもですね、 はい。というわけで、えー、今回は以上になります、えー。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。